はい、こんにちは、クレッチョチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いします。詳しい解説が気になる方はお手数ですが、音量を少し上げてお楽しみください。それでは、参りましょう。はい、本日は第22回プレゼント企画抽選会になっておりますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、その後に第23回プレゼント企画の詳細がありますので、そちらもしっかりご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日はぬいぐるみの真ん中を狙う人、絶対やめてというタイトルでお送りしていきます。はい、ぬいぐるみの基本的に攻略というのは、真ん中を狙う人が、初心者の方は特にいがちなのですが、真ん中を狙う方いてるんですね。なのですが、基本的に真ん中を狙ってもゲットはできませんので、その、端っこを狙うって攻略していく動画を今回ご紹介していこうかと思います。はい、というわけで本日狙うのは、まずはこちらのマリオですね、を狙っていこうかと思います。はい、続いても3手目ですね。というわけで、続いては、下半身を振っていきましょうか。下半身を、これも少し真ん中、脇の下なんで真ん中ではありませんよね。で、イメージとしてはこのまま寄せながら下半身を振っていこうと思ったのですが、思ったよりパワーがないんですかね。何度かこの台はプレイしていて、パワーはあったのを確認したので、今の戦略を練ったのですが、今度は足の真ん中狙っていきましょうか。これはいい感じに寄りましたね。さて、どういった反応を見せてくれるでしょうか。うん、いい感じですね。片足ですが、少し乗ってくれましたね。というわけで、このまま下半身を振りながら寄せていこうかと思います。はい、これは下半身持ちですね。下半身を持って引っ張っていこうかと思います。頭をずりずりと。さあ、どうでしょうか。うん、ちょっと狙いが悪いですね。というわけで、もう一度狙っていきましょうか。もう一度下半身を狙って引っ張っていく感じですね。しっかりアームを景品の下まで入れて、さあどうでしょうか、これは。うん、思った反応とはちょっと違いましたね。というわけで、一旦作戦を変えて、もう一度足の真ん中にアームを入れて、下半身をシールドに乗せていこうかと思います。さあどうでしょうか。うん、ここまでは先ほどと同じようなので、いい感じには動いてくれますね。というわけで、続いてここからですね。ここも下半身をつまんで、頭を引きずるイメージで反動で寄せていこうかと思います。これが決まると、さあどうでしょうか。ちょっと今手前のアームがシールド内側に入っていたので、ちょっと関与できなかったですね。今のも狙うところが悪かったです。ということで、続いてもそれを踏まえて、今度は右アームをしっかり股の中に入れます。景品をしっかり掴むようにですね。で、さあどうでしょうか。うん、いい感じで、ね、少しシールドに寄ってきましたね。というわけで、このままさらに下半身を振ってシールド乗せをしていこうかと思います。さあどうでしょうか、これ。いい感じにシールドが地味に乗ってきましたね。はい、というわけで、続いては振るわけではなく、今度は引っ張る感じですね。下半身を狙って引っ張っていきます。さあ、これはどうでしょうか。おっと、まさかのこれ、襟足の髪の毛でシールドに刺さって耐えておりますね。うん、これは残念。もうちょっとゲットだったのですが、最後、押しで決めていこうかと思います。はい、無事にゲットですね。リプレイで見ていきましょう。もったいなかったですね、最後の100円。これ、そのまま勢いよくくるんと入っておいてくれてよかったんですが、まさかの襟足でシールドに刺さって、100円を最後飲まれてしまうという、ちょっともったいない状態になりましたが、1200円。少しちょっと手間取りましたが、無事にゲットです。はい、続いてこちらのファイヤーマリオっていうんですかね、を狙っていこうかと思います。まずは今度はちょっと作戦を変えて首で寄せていきましょうか。しっかり首で左アームを入れて、さあどうでしょうか。お、いい感じですね。シールドには寄ってきましたね。で、先ほど効果が良かった、反応が良かった足の真ん中の寄せですね。
なので左アームを足の真ん中に入れて足片方で寄せていこうかと思います。さあどうでしょうか。これいい感じですね。ちゃんと下半身がしっかり乗りましたね。はい、というわけでここからは下半身を狙って引っ張っていこうかと思います。ここで右下ですね、右斜め下にマリオを引っ張りながら、さあどうでしょうか。お、いいですね。下半身がしっかり、足2本がしっかりシールドの内側に入ってきました。というわけで今度はもう先ほどよりもう少しボディ寄りにしっかり掴んでいこうと思います。さあどういった反応を見せてくれるでしょうか。来ましたね、無事にゲットです。リプレイで見ていきましょう。これも簡単でしたね。下半身をしっかり持ってここからズリズリですね、ここから頭をズリズリしながら引っ張ると確実に取り出し口側にしか倒れないんですよね。ここ右肩上がりに上がるんですが、でこのまま勢いよく、先ほどは襟足で粘られました、今回もちょっと微妙でしたね。ですがしっかりそのまま勢いで取り出し口に落ちてくれましたね。はい、というわけで作戦を変えて狙ってみると今度は400円でしたね。というわけでマリオは首か下半身を狙ってみて攻略をしてみてください。というわけで2体ゲットです。はい、続いてこちら猫ペン日和の大きい、収納ボックスですかね、収納バッグですねを狙っていこうかと思います。はい、でこれ皆さんパッと見たとき持ち手をクレッチは持ち手を狙うんだろうって思った方多分多数いると思うのですが、今回見てください、ここですね、側面のポケットです。この状態で持ち手を狙うとちょっと言うたら半回転90度回転させないといけないんですよね、景品を。なのでこのままで狙うとすれば側面のポケットをそのまま利用して狙っていこうかと思います。はい、そしてもう一度ですね。であとその側面のポケットを狙う理由としてはこちらのアームがサイズちっちゃいんですよね、この一回り。このアームの場合だとパワーが強いことが多いんですよ。なのでそのちょこっと引っかかっただけでも先ほどのようにこのグイッと寄せることが可能なんですね。というわけで今回の攻略法は側面のポケットを狙いながら攻略していこうかと思います。さてこれもストップボタンでポケット狙っております。ここまでいい感じでしたね。本当に簡単な台は今のでゲットはできていたのですが、まあここまで来たので次は右アームで押していきましょうか。前にも解説したのですが軽い景品ですね、大きくて軽い景品は押すとアームが押し勝つんですよね。なのでここは押しを狙ったのですが、さあどうでしょうか。ちょっと抜けちゃいましたねアームがね。失敗ですこれは。はい、というわけでもう一度狙っていきます。今度は景品のど真ん中狙っていきます。アームがこう滑っていかないようにしっかり真ん中を狙って右アームでしっかり押していこうかと思います。さあどうでしょう。おっとかなりの角度がついたぞ。さあどうでしょうか。残念でしたね。押しが無理だったんで最後引っかかって引っ張ってくるかなと思ったんですが残念ながら無理でしたね。で今度はちょっと発想を変えて、手前アームで押していきましょう。手前アームで押すことによって景品にこの変化をつけていこうと思います。この、はい、これですね。この手前からこうくるんと、これです、これです。今のこのグニュってなった感じ。あれをしたーっと狙ったのですが、ちょっと無理ですね。もう少し回転力が欲しかったところですね。はい、というわけで、もう一度今度は右アームで側面のポケット、先ほど狙っていた部分を狙っていこうかと思います。さあ、これどうでしょうか。一応奥アーム、右アームですね。右アームしっかり入っております。OK ですね。はい、無事にゲットです。リプレイで見ていきましょう。はい、この景品一度も持ち手狙ってませんね。真ん中も狙っておりません。側面のポケットだけしか狙っておりませんね。でここ最後しっかり側面のポケットにアームがしっかり入っていたのでそれで引き上げながら来ましたね。で重心が取り出し口側に行ったのでそのままボロンですね。はい、というわけでこれ700円、かなり気持ちよく自分で予定内の攻略法にできたのでかなり気持ちよかったですね、こちらの攻略。
はい、続いてこちら。景品は同じなのですが、ブラブラアームですね。私の超苦手なアームで、これ一度やっていきます。これもただ真ん中掴んでるだけなんですが、このぐらい違いますね。なのでやはり3本アームで、あちらの3本アームで攻略した方が簡単かなと思います。はい、でこちら、私のこれもあれですね。ブルーナニマルぶっ刺しロックでのゲット。最後皆様にご視聴ご紹介していこうかと思います。はい、これも右アーム完全に刺さっております。はい、これも来ましたね。完全にロックがかかってます。これはもうさすがにゲットと思いきや、まさかのこれ。よくあるあるですね、これは。というわけで、第22回プレゼント企画抽選会に参りたいと思います。はい、今回はエントリーしていただいた方20名ですね。ありがとうございます。たくさんのエントリー、いつもありがとうございます。というわけで、ルーレットを回していきます。というわけで、ストップボタン押します。はい、今回は、音原天音様ですね。音原天音様が当選ですね。当選おめでとうございます。この動画を見ていたら、コメントよろしくお願いします。それからまた DM でご連絡させていただきますので、当選おめでとうございます。はい、第23回プレゼント企画詳細ですね。はい、で、今回のプレゼントはこちらになります。はい、ペネロペのウィンター GB ぬいぐるみ2種セットですね。はい、で、エントリー方法はいつも通りキーワードを記載してコメントをするだけです。はい、そのキーワードなのですが、はい、今回、神々解説ですね。私の日本柱、神々解説と毎日投稿です。の神々解説の方でエントリー、コメント、お願いします。はい、というわけで、締め切りは1月14日土曜日20時ですね。はい、で、その際にご意見ありましたらよろしくお願いいたします。応援コメントだと私、やる気倍増ですので、よろしくお願いいたします。はい、最後になりますが、チャンネル登録を何卒よろしくお願いします。皆様のそのポチッとで私、さらなるやる気が湧いてくるので。それでは、この辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。